皆さんおはようございます本日は CP プラス2024キャノンブースへご来場いただきそして配信をご覧いただき誠にありがとうございますただいまよりこちらのステージではアロンングジインダスをお届けいたします中西俊樹さんをお迎えし EOSR6 Mark II を手に旅をされた優しい人々と奇跡の絶景にあふれたインダス流域の写真をご紹介いただきます それでは早速ご登場いただきましょう。中西俊樹さんです。お願いします。どうも。おはようございます。おはようございます。朝早からありがとうございます。並びました。結構入り口。なんか時間がないんで始めますね。はい、では、えっ、ー、と。今日パキスタンのお話です。パキスタンの写真を。えー、たくさんお見せしようと思います。えっ、ーえー、と。 今日お見せするのは、まあ、一般的には絶景と言われているような場所ですね、パキスタンというのが。でも実は今日伝えたいことがあって、えー、とパキスタンで感じた、えー、と人間がどういう行動を起こして、えー、と地球に残した痕跡が見えてくるかとか、文化的なことの話をちょっとしていきたいと思います。で写真を用意しすぎたので、めちゃくちゃ時間がないんでいきます。はいで いきなりちょっと全然関係ない写真ですけど去年の暮れに写真展やったんですね「地と記憶」というその「地と記憶」って写真展にこのパキスタンの話がどうつながるかっていうのを最後に回収するので最後までぜひお付き合いくださいじゃあパキスタンどんなとこかっていうところをちょっと見てくださいはい日本からずーっと行ってあの辺になるんですね、はい、どういうとこかというとこういうところですどんなとこかわからないと思いますが カラコルム山脈ヒンドゥクシュ山脈ヒマラヤ山脈この大きな3つの山脈が交わっているところがだいたい僕らが最初に旅したパキスタンの北部のパキスタンというところですねパキスタンは北部なんですけど昔はパキスタンという名前ではなかったんでその辺りのお話を後でしたいと思いますでこの 6000m7000m8000m の場所なので飛行機で飛んでいく時に あのめちゃくちゃゃくスリーリングなんですねでこれはイスラマーバードからスカルドゥっていうところの空港に飛んでいく時に有視界飛行なんですよなので見えないと飛ばないんですねでそこに、えー、と飛行機がスレスレをカラコルムのスレスレをこう降りていくんですけど、えー、着いたところがインダスですで今回お見せする写真の多くは、えー、インダスが、えー、ヒマラヤとかカラコルムとかあの辺りからこう降りてきて ずっとアラビア海に流れていくっていう道のりをずっと旅するような話になってきますはい最初に訪れたのがこれシガールという村ですえー、とシガールってねすごく深い谷なんですよでこれ見ていただいたら分かるとおり下の方にちょっと集落のようなものが見えてると思うんですが 奥に見えているのはカラコルムの山脈でもう名前もないようなでも6 0 0 0ル7 0 0 0ルなんですねでここが秋にこれ春なんですけど秋に行くと一気に変わってるんですねえー、と3月頃に行って今度10月頃に行ったんですけど10月に行くとこんな状態ですでこれ皆さんあの岩一般的に絶景だと思われると思うんですけども実はこれは、えー、と人が生み出した景色なんですね どういうことかというとこれ見ていただいたら分かる通り山肌山肌全部これあの枯れてる大地じゃないですか岩なんですよでもこういうところに人が暮らして実はこの全部このポプラ全て人が植えたものなんですねえ子供が生まれると一本植えるっていうことをやってるらしいんですよつまり自分の子供が結婚したり嫁いだり自分で家を持つときに親が植えた木を使って 家を作るっていいうのが文化らしいんですよねなので実はこれは絶景でありながら単純に絶景という言葉だけでは片付けられない人の暮らし人の営み人が地球に対して何かアクションを起こした結果の景色だっていうことがこのパキスタンの写真のパキスタンの旅の一番面白いところですちなみにこれずっとこのねシガールっていう街をずっと奥まで行くと皆さんよく知ってると思いますけど K2K2 に行く道すがらなんですよ なので、えーと、アルピニストの人たちが必ずここを通る街なんですね。で人の痕跡という話をちょっとすると、真ん中に、これ、分かりますかここに何か線があるの、分かると思うんですけど、これ、何でしょうかっていう話なんですこれ、人が作った道の跡なんですよね。で、えーと、オールドシルクロードって言ってました、現地の人は。つまり、シルクロードって聞いたことあると思うんですけども、 人が往来をするにあたって岩をこうやって削って道のようなものを作っている痕跡っていうのがいっぱいあるんですよこれが実は今回僕らが旅したスケールの大きいバージョンがこういうものですもうオーバーハングしてますよね岩が完全にやり方はいろいろあるみたいですよダイナマイトで爆破したりいろんな方法あるとは思うんですけどもこれがいわゆるインダスハイウェイって言われてるものですでハイウェイってまあ高速道路じゃないですか これまだ舗装されているのでまだいい方なんですけど舗装されていない区間もいっぱいあるんですねもうほぼトラックが行き違いできないようなこういうところをですね僕らは10時間とか12時間車に揺られながらずっと旅するわけですよでまあ旅してる間にこういうこれデコトラデコトラに出会うんですけどこういうところに出会った出会う後にまにこういう子たちにも出会うわけですねでまあ面白いなと思うのは まあ日本の感覚でいくと、まあ、明らかに人数オーバーだよなっていうような人たちが車からたくさん溢れていてでこの子たちはおそらく、えー、っとトラクターの後ろに乗ってるんじゃないのかなでたまたまあの僕らが追い抜く時に僕らのことに気づいてわーっと手を振ってくれるんですけどあの基本的にこれからずっと人,がたくさん人の写真がたくさん出てきますけど、えー、っと皆さん、めちゃくちゃフレンドリーなんですよ。 で僕がパキスタンを旅し始めたときに一番言われたこと大丈夫って言われたんですよねなのでどんなに幸せの国なのかっていうところを今日はお伝えをしたいと思いますでシガールの街入るとこういうシーンに出会うんですねこれ手前何かっていうとさっきいっぱいポプラが植わってたでしょあれを切り,切り倒して製材してる工場ですねこうやって自分たたちで植えたものを 自分たちで製材をして家を作るこういう暮らしなんですよねつまり、えー、いいシーンだな確かに素敵なシーンなんですけどこういう景色を見るたびにやっぱりパキスタンっていうところは絶景なだけじゃない人の暮らしと自然が密接に関係してるっていうのをすごく感じるんです皆さんすごいいい表情してると思うんですけど彼らもねあの基本的には笑顔なんですよ まあちょっと油断するとすぐ手を振っちゃうんですけどねこうやってそこが僕らのまあ何というかタイミングを測って手を振ってない写真を選んだりするんですけどでちょっとねスケールの大きな写真を一回お見せしたいと思いますはいこれ紛雑というところです紛雑という名前は皆さん一番聞いたことあると思います。 えー、ふんざこれ、ね、上の標高が 6000m、7000m 級ですねで、自分たちがいるところがだいたい 2000m から 3000m の間ぐらいです、でその 3000m ぐらいの高度感がこの1枚の中に収まるような場所なんですねで、この写真を見ていただくと一番わかると思うんですけど、一番下、ちょっと後ろの人見にくいかもしれないですけど、一番下、見てください、これ、もう、えー、これね、スモモ、あンズの花なんですけども、アンズの花、散ってますよね。 でも真ん中見ていただくと今最盛期上はまだ咲いてないそしてさらに上は雪っていう、まあ、季節のグラデーションがここに一枚にこう収まるんですよでなかなか日本ではここまでのグラデーションを取れる場所っていうのは少ないと思うんですよねこのスケール感の中に人が暮らしてるっていうことを分かっていただけると思うんですけどこれ春の写真なのでポプラの存在感ちょっと分かりづらいと思いますアンズの花は 咲いてますすすけどどアプリコットの花はじじゃあここれ秋に行ったらううななるるか同じ場所ですこうなるんでんねもう分かりますよね標高の非常に高いところまでポプラが生えているのがこれ実は自然に生えたものではないんですよね人があの辺りまで自分たちの力で、えー、自分たちの集落を作ってポプラを植えることで、えー、自分たちの痕跡を残していってるっていうスケール感のある場所なんですよ。 このね3 0 0 0メートルぐらいの距離感の中に暮らしが凝縮されてるっていうのが本当にパキスタンの魅力だなと思いますし人々がこの大地にどういう痕跡を残して風景っていうものが立ち上がっているのかっていうのが分かっていただけると思いますで一般的に風景とかあの絶景っていうとなんかついこう人がいない前人未到の場所みたいな印象を覚あの思われるかもしれないですけど やっぱりこう風景っていう概念はやっぱり人が見るっていうことで立ち上がってくる概念だと僕は考えているので風景っていうふうに見るんであればこの人の暮らしっていうものが入ってくることで深みが出るんじゃないかなと次の写真がそれをよく分かっていただける写真なのかなと思うんですがこれ、んざの春ですね。のの花が満開にに咲いてますで真ん中あたりにえと現地の方 えー、農夫の方だったと思いますけど右の畑からひょろっと出てきてあの道を歩いていったんですけどこれぐらいのスケール感のある場所なんですねでパキスタンって、えー、フンザ特にフンザはどういう場所かちょっと皆さん一番知ってる人の話をしたいと思うんですけど西遊記って見たことありますか西遊記西遊記知らない世代はいないかなどう,どうですかね西遊記に出てくる現状三蔵が えー、中国から天竺を目指して旅をする間に、えー、っと最後番組が終わると歌が流れますねガンダーラという歌が実はガンダーラに行く途中の場所がフンザなんですよでガンダーラの写真を後でお見せしますつまり中国から古来中国からインドに向かう道すがらの町村なんですね なので文化がすごくクロスして融合している場所なんです。で皆さんパキスタンの人ってどんな顔を想像しますかどういう顔を表情するでしょうか多分一般的にこういう人たちを想像すると思うんですね。これかぶってる男性方かぶってるのフンザ帽と言われてるフンザの帽子です。こういうちょっと色の黒くてひげを生やした蓄えた、まあ、笑顔の人たちっていう印象が強いと思いますし こういうイメージも多分強いじゃないかなと思うんですよパキスタンの人といえばところがさっき言ったようにここ文化の融合場所なんですよね文化が融合している場所なのでいろんな顔をした人たちがいる場所なんですよフンザってほらヨー,ロッパみたいなヨーロッパの人みたいな顔してるでしょ でこれはいろんな説があるらしいんですけど1、まあ、つの説です、これは1つの説ですけどアレクサンドロス大王という人が昔いましたよね。その人が統制して、まあ、インドの方に向かっていくときに、まあ、このフンザの辺りとかねパキスタンの北部の方っていうのをだんだんこう征服しながらというか支配しながら行ったという伝説が残ってるじゃないですか。そのののに残していったた血が彼らの彼ら女たちのようなな、まあ、ヨーロッパ的な 顔表情の人を残していいるんじゃないかっていう説もあります、まあ、でもそれは証明されてないらしいですそういう話もあるでもフンザに行くと分かるんですよいわゆるこの色の少し僕らより色の黒い浅黒い方たちだけじゃなくて本当に真っ白なヨーロッパのような方たちもいるこのいろんな人種が混在してる融合してる場所っていうのがパキスタン北部の特徴なんじゃないかなというふうに思っています。はいで もう一番紹介したい方ねふんざで春も秋も同じ椅子に座って同じ表情で同じ時間帯に同じあのポージングでいたこのおばあさん98年生きてるらしいですね98年間このふんざを見守ってきたあもう本当に僕らが行ってもいい笑顔でねすごい喋りかけてくれてほとんど言葉は分かんないんですけどえとすごいフレンドルに接してくれるんですけど 実はですねこのスライドを用意しているときに、まあ、現地の、まあ、これ、実はこれね現地のガイドがくれたストールなんですけど、あのアミンって言うんです後あとで紹介します、アミンにね、彼女の名前を教えてって連絡したんですよ。そしたらね、先月亡くなったそうです。なので、彼女は絶対紹介したかったんですよで。彼女のような、これね、普通に別に着飾ってるわけじゃないんですよ。普段からこういう服装で暮らしてるんですね、フンザの人たちっていうのは。 でねこれ思ったんですよこの時は旅をして彼女に出会ってすごいいい印象を取ら,らせてもらいましたでも、ね、彼女、お亡くなりになりましたよねこれつまり写真って記憶にも残るけど記録にも残るこの写真のいろんな側面い、ね、ろんな力っていうのがあこれ残しておいてよかったな撮っておいてよかったなと思いましたもう二度と会えないですから次の秋にまた行くんですけどもういないです、彼女この場所に。 なのでこの秋の旅で撮ってきてよかったなっていう1枚ですじゃあ彼女がふんざっていうのがどういう場所なのかもう少しスケールの大きな写真をお見せしていきたいと思いますはいこれ3 0 0 0ルぐらいから撮ってます3 0 0 0ルぐらいから撮ってるからあの見えてる山は6 0 0 0ル7 0 0 0ルですよねもう星が近いですこういう場所の特徴は雨が降ってくると雨を見下ろすような角度になってくるっていうことですよねで すごく広い場所なので光も走ります。でこれはドゥイカルの丘っていうところから撮ってるんですけどここの特徴がフンザを一番象徴してるんですけどこれ見てください秋で。フンザの谷っていうのは非常に広いんですね。他のさっきお,あのお見せしたシガールとかよりも圧倒的に広いんですよ。でなんで広い場所なのかなって考えると見ていただくと分かる通り日没ギリギリまで 光が入るんですよねつまり人が暮らすためにはこの太陽の光というのは重要なので、えー、文化が発達するこの村が発展していくためにはこの谷の広さというのが重要だったんだなと思いますつまり人が住むっていうことをあ選ぶためには地形的な理由っていうのも非常に重要なんだなというふうに思います、はい、でこの場所で、えー、っとこの間秋に行った時に月を取ろうと思ってこれ月なんですよ 月の周りに、ね、ぐるーっと日輪が、ローが出てますけど、星映ってるから夜だっていうのは分かると思いますし、これ、ふんざの夜景です。こういう場所なんですが、じゃあちょっとこれからはどういう山が見えるかっていうのを紹介していきたいと思います。これ、僕らが泊まってるルイカルの丘のホテルの裏から見える山なんですけど、えー、っと右側の大きな塊、ふんざピーク、6270メートルで。左の指立ててるような 山これレディーフィンガーっていう名前がついていて5 9 8 5ルですで自分たちが3 0 0 0ルにいるので高度感がわからないんですけど自分たちの位置ですらもう富士山のかなり高いところにいる感じですねなのでそこから見るとこの6 0 0 0七7 0 0 0ル級の山がすぐそこに見えますもっと高い山ラカポシ7 7 8 8ルです もう絶対到達、僕らではできないレベルの山ですけどこれぐらい目の前に見えるんですよねはい次、スパンティーク、えー、現地のガイドはゴールデンピークって言ってましたねなぜゴールデンピークっていうのって言ったら日没になるとゴールドに光るんだよっていうからじゃあ狙おうということで日没ギリギリまで狙うと確かにピークが光るんですこれ 7027m はいこれ氷河です。ホーパル氷河 って言うんですけども氷河の近くまで行けるんですねどういう風にして行ってるかっていうのをちょっと動画少しだけ動画があるんで流したいと思いますこんなとこですねなかなかワイルドな旅なんですけど右がその到達してる写真ですけどこういう道をね人間がこう削り取ったところをずーっとこう行って今みたいな氷河のような場所に行くんですけど到達して撮った写真がこれです でこれパスー氷河っていうのあの名前がついていて、えー、と年々後退してるらしいです昔に比べるともう何十メートルも後退してるそうですでこういうところに行くとやっぱりなんかこう地球環境の変化って遠い国遠い場所で起こっていることだって思うんですけど実感しますねあのガイドのアミーンに聞くと昔はずっと街の近くまであった氷河がもう今は全然なくなってる 人間が生きている時間ですらそれだけの後退しているってことはあと100年200年経つとひょっとするとなくなっているかもしれないですよねそういうことを感じる場所っていうのがパキスタンだなというふうに思いますはいで今パスーっていうお話をしましたパスーっていう村すごいんですよこれカテドラルって言ってましたけどえっ、ー、と現地の言葉でトポップダンっていう山です単独法じゃなくていろんなものが連なってるんですよねここの山これ実は 僕らが泊まってるホテルの目の前なんですよ。<laughs> すごいとこにホテルがあるんですね。部屋から撮れます。これすごいですよね。で、このね、カテドラル角度を変えると面白いんですよね。いろんな見え方がするんです。で、この僕らが泊まっていたホテルの屋上が最高なんですよ。その屋上から撮れた写真がはい。これシスパーレって言ってね。あの平出さんっていう？あの？ 登山家の方がピエロドールを取った登ったことで賞を取った山ですけれどもシスパーレ7 6 1 1で春に行った時ってあんまり見えなかったんですよところが秋に行った時はスカーンって見えましたでちょうど月もあってこういう場所に止まってるんですねここのパスっていうところは ふんざから少し標高を上げたアッパーふんざと言われているところなんですけども、ここなんでここに行ったかというと、僕らが目指したのはクンジュラブ峠という中国との国境を目指すんですね、で徐々にさっきのような道行くと、こうやって国境だなーっていうのが感じられるようなシーンがいっぱい出ててててきまますすアアイイベベッッククスス知っっっかいう動物こここに映るででしょこれ後で出てきます。 でこれを狙って雪氷が来るんですよ。で冬に行かないと雪氷は見れないらしいので、今回僕らは見れなかったですけども、アイベックスっていうのがいっぱいいます。標高を上げていきます。4000メートル。標高4000メートル。で、クンジラブ峠。4733メートルですね。こっから向こうは中国です。ここまで行きました。フラフラです。もう立ってられないです。ぼーっとする感じです。 でね、ここ行って思ったのはここから東東へ行ったら日本に着くんだなって思いました昔はここに国境なんてなかったはずじゃないですか誰が作ったのかわからないですけどそういう場所なんだなとはい一気に標高下ろしますチラスという場所に到着しましたここに残されているの岩絵見てくださいこれ実は、えー、と古来からインダス川が氾濫するのでそれを待つために何し1週間とか待つ間に暇だから皆さんこう 岩江を掘ってほらでね右側ほらアイベックス掘ってあるでしょでこれね実は2029年にダムの底に水没するらしいんですよで世界遺産とかにも登録されてないから全く保護が進んでいなくてまあ今あのそれを何とかしようということで動きはあるらしいんですけど、えー、あと数年でこれも見られなくなってしまう貴重なものです でここからあいよいよ南部の方面に入っていきますよ、これバブサル峠という4170メートル、車で越えるんですよ、でこれ降りたら、ついにイスラマーバードという町にまた帰ってきましたで、スナップ好きな方はイスラマーバードをぜひ行ってほしいです、すごく魅力的な人がいっぱいいます、寝てるんですね、靴、靴磨きの人だと思うんですけど、なかなか無防備に寝てらっしゃいました。 イスラマバードの近くにタキシラという町があってそこはさっき出てきたガンダーラですねガンダーラというのは東洋文化と西洋文化の混じったところだと言われています要は、えー、と仏像が生まれた場所ですね、えー、仏教というのは偶像崇拝がなかったのでガンダーラで仏像というものが生まれて最終日本に到達しますさあいよいよ南へ行きますよはい この右側の緑の部分、なんでしょうか大黒倉地帯ですね、なぜかインダスがある,あるからなんですね、インダス川があることによって、えー、緑が出てくるんですけども、僕らが行ったところは、そこだけじゃなくて、この左の方にある、えー、っとアフガニスタンとかイランに近い方の、この山側のところのおちょっと山岳地帯を行ったんですけども、途中に寄ったのが、モヘンジョダロモヘンジョダロって教科書で聞いたことあると思います。 モヘンジョダロどういう意味か死者の丘っていう意味らしいんですよ。モヘンジョダロっていう名前じゃないんですよ。昔の人はあそこは死者がいる場所だって言ってたのがモヘンジョダロって言葉だそうで、モヘンジョダロっていう遺跡の名前では本来なかったらしいんですよね。死者がいる場所。でここは面白いのが、えー、と何千年、千年とかの、えー、遺跡がこうレイヤーのように積み重なっている場所らしいんですよ。でまだまだ発掘がされてなくて。 まだ表面しか掘り起こされてないそうですひょっとするともの見つかってない遺跡が出てくるかもしれないと言ってました穀倉地帯を旅していると面白い人たちいっぱい出会うんですよねあれガソリンスタンドであの居眠りをしていた男性ですけど居眠りしていたんでちょっとこそっと取らせてもらいましたあとで怒られるかもしれませんけどこれさっきの穀物をデコトラに積んで運ぶんですけどあどう考えても化石祭ですよねこういうシーンに出会えるのでスナップ好きな人はぜひ行ってみてください はい、ここからいきます。これ、シンド州とバロチスタン州の分水嶺ですね。えー、とバロチスタンとシンドを分ける山なんですけど、これ、実はすごい標高高いんですけど、バローチ族の声が聞こえるんですよ。でどういう場所か、ちょっと動画です、はい。大変なんです。道がないので、こういう風にしていくんですよ。これ、僕らの、あ、アミーンね、ほら、これやってるでしょ。僕のこれ、もらってるやつ。はい、これで。 到達するのがこんな場所なんですよさっきと景色が変わるのわかりますか木がほとんど生えてませんよねこういう場所に到達するんですこのじゃあこれがどういうふうになったのかっていう理屈をちょっとお話をしますちょっと不思議な景色だと思いますけどこうやって泥が出てるんですね泥火山、泥火山っていうやつです泥がこうボ,コボ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 コと出てるんですよでこの泥が出ているところをスケールがだんだん大きくなっていくんですね 流そうして次にこうやって富士山のような形ができてくるんですよ大きな塊になってこれ実は人全然もう歩いて登れるんですけどすごい富士山のような大きな山ですよでここはヒンドゥーのヒンドゥーの人たちの聖地にもなっているぐらい、えー、とかなり象徴的なこういう富士山のような山の形をしていますでこれやっぱ泥なので 雨の浸食に弱いんですねなのでどんどん浸食されてこういう造形ができてきますここはアリス・イン・ワンダーランドってあの僕らが呼んでるんですけどおそらく今まで誰もいわゆるカメラマンと言われてる写真家と言われてる人たちはほぼ入ったことがない場所ですそういうところに歩いて到達するんですけどこれ実はさっきも言ったように「絶景」っていう言葉とか「風景」っていう言葉って 僕らが初めてこの場所に立ってこうやって写真を撮ったことで風景写真として立ち上がるわけじゃないですか今まで人がこの場所なんて見てないんですよそういう場所がパキスタン南部には広がっています、はい、バローチの子たちね可かわいいですよねこういう子たちって今みたいな岩場で暮らしてるんですねこういう場所にね訪ねていってますはいいよいよ時間がなくなってきたので次行きますよ 最後の方ですけどもうちょっとお付き合いください、えーと。僕らがキャンプしていた場所のご紹介をしたいと思います。アラビア海の海沿いでキャンプしてました、僕らは。こういう場所です。目の前はアラビア海、僕らのキャンプサイト。でね、やっぱり海が広いのですごいんですよ、星が。これ、下に見えているのは何かというと、イサリビですね。現地の、えー、とクンドマリールっていう港町でキャンプするんですけど、毎夜毎夜船が出ていって。 えー、魚を捕っってて港に帰ってくるんですよねそれがね夜中中こう見えるんですよそこに天の川がかかるっていうねこのスケール感の大きさはいでちょっとここの場所の日の出が素晴らしかったので僕あんまり最近日の出も夕日も撮りませんっていろんなセミナーで言ってるんですけどせっかく CP プラスなどお見せしようかなと思ってこれ実は、えー、と僕らがいつもお世話になっている デュラ,ラニキャンプ場というところなんですけども、えー、とこの左側がデュラニさんの住んでいる集落で、えー、と向こうの方がカラチという街の方ですねで僕らがいるのが、えー、とキャンプサイトでこれがアラビア海ですそこから、ね、日の出が、ね、毎朝毎朝こうやって登ってくるんですよでね素晴らしいのが少し空気がかすんでる日が多いんですよね全くのクリアっていうよりはどっちかと,いうと少し霞む日が結構あるんですよ そういう日って皆さん風景撮ってらっしゃる方は経験あると思いますけど真っ赤な太陽昇ってくるじゃないですかそれがね海の向こうというか海岸線沿いに昇ってくるんですよねこれはねまあ日の出日の入り撮らないと最近宣言している僕にしてはどうしても撮りたくなるやっぱり朝起きちゃう,もう夜中から星を撮ってえこれが撮りたくなっちゃうっていうあのキャンプサイトですねはい。 で最後というかまあもう少しだけありますがえこちら、アミン僕らのガイドアミンです、これ見てください、これ。今回の旅の終わりにアミンがえっと僕がいいないいなって言ってたらじゃあ最後にお前にあげるよってってこれをくれたんですね。なので今日はこれをしてきてるんですけどえっと現地の人長は日焼け帽子だったり日焼け防止だったりで必ずストール巻いてるんですよね。 で彼、えーと、日本が大好きで、えー、日本にも来たことあるんですけども、えーとまあ、日本語片言の英語と片言の日本語でこう会話をしてあのギリギリのコミュニケーションでずっと3週間ほど旅をしてましたけどキャンプサイトで右ねこれちょっと今回撮影に使った R6M2 置いてますけどこういう場所でキャンプをしていますはいではちょっと今日お話をした話をちょっとだけまとめてみたいと思います。パキスタン なんで僕が旅をして大地の原初の姿を感じられる場所だということですねで人々が地球に残した痕跡っていうものは目の前に見えてきますで文化の交差点だっていうことも分かったと思いますでじゃあ僕がこの間発表した「オブタテシケと地と記憶」っていうのがどういう内容だったかっていうところを考えていただくと分かっていただけると思うんですけどオブタテシケは 北海道の原初の姿地と記憶はオホーツク人と縄文人の文化の交流点というところを描きましたでもパキスタンと北海道強引に話つなげてませんかって思うかもしれないですけどちょっと次の地図を見てください、はい、赤い矢印がアレクサンドロス大王の統制したと言われている道筋ですそしてガンダーラがありますシルクロードがあって 北海道のオホーツクにつながってますよねで文化の流入っていうのはシルクロードっていうのは光年シルクロードと言われてますけど人の動きとかっていうのは必ずああいうふうに動いてたと言われていますそして当時オホーツクの時代は中国は唐だったので唐の辺りが朝鮮半島を経由してヤマトの国に入っていくルートと北海道の方にアムール川の下流域から北海道に入ってくる文化っていうのが融合して えー、つながっていくんですけどこうやって見ていただくと僕が右端と左端をやっているということが分かっていただけるんじゃないかなと思いますつまりガンダーラさっき言ったように仏教の仏像のスタート地点でしょ東と西の融合点なんですよで、それがずーっとずーっと長い年月をかけて日本っていう一番端っこに到達して 上に入ってきておほをつく文化っていうのができてヤマトの国と融合していくっていう人と人がこうつながっていくことによって文化っていうものがどん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 こう重なっていくんだっていうことが実はここ最近の作品のテーマとしてあってパキスタンに行ってる理由っていうのはその両極端を見てみたいっていう衝動があるんですね。 なので最初は絶景すげえなって確かに思いましたでもちょっと違うところはそういうところが分かっていただけるんじゃないかなと思いますはいで、えー、とこれが今日の話のまとめになるんですけど最後に少しだけ宣伝をさせてください、えー、とこういった写真展を今年何回かに分けてお伝えしていきます札幌で4月にギャラリー層というところでやりまして8月に北海道フォトフェスタっていうイベントで「地と記憶」の完成版それから「 秋には奈良市写真美術館で僕の企画展が予定されているので、えっ、ー、と今日は関西の方はひょっとしたら少ないかもしれませんけど、オンラインで見ていただいている方は関西の方ぜひえっと長い期間やりますので、えー、見に来ていただければ嬉しいなというふうに思います。短い間でしたがなんとかギリギリ終わったと思います。えー、今日僕のセミナーは以上になります。ありがとうございました。はい中西俊樹さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。 どうぞ皆さん大きな拍手でお送りくださいありがとうございます